昼間の教練員って賑やかだよな。うーん、でもみんなどこにいるんだろう。旅人パイモン。お、セノ、久しぶりだな。ああ、旅人も元気そうで何よりだ。旅の疲れが溜まっていないどころか、さらにたくましくなったみたいだな。今日はまた何しに？ひひ、別に大した用事はないぞ。道を歩いてたらでっかいキノコがあって、それを見たら最近スメールのみんなに会ってないなって思ってさ、それで会いに来たんだ。そうか。こっちも先日みんなでご飯を食べていた時にお前らの話題になったんだ。また旅でいろいろ収穫があったんだろう。二人を見ればわかる。本当か？お前たちもオイラたちのことを考えてたんだな。ああ、偶然にもな。まさか俺がこの続きを近畿の後半部分を言うと思ってるのか。ちょうどグーには必ず善があるようだ。ああ、言っちゃった。昔のジョークをよく覚えていたな。よほど気に入っていたと見える。そろそろ認めたらどうだ。本当はとっくに俺の素晴らしいジョークに夢中なんだろ。はいはい、500モラだぞ。持ってけ。もう次からは書けないぞ。はぁ、セノは我慢できると思ったんだけど。水は流れ、人は変わるって言うけど、そうでもないみたいだな。俺のせいなのか。わかった。なら後でお前らにデザートでもおごってやろう。実は今から仕事に行くところでな。仕事中はそうすぐプライベートの自分に切り替えられない。それでさっきのジョークもすぐに出てこなかったんだ。あれ、なんかあったのか？いや、大したことじゃない。ただその当事者の身分が少々特殊でな。いろいろと考えた結果、俺が動くことにした。なんか手伝おうか？オイラたちこうして戻ってきはしたけど、結構暇だしさ、一緒に行ってさっさと終わらせて。イヒヒ。なんだ、ずいぶん積極的だな。デザートをおごるという約束を破るんじゃないかと心配しているのか？違うぞ。そんなに分かりやすかったか？だがまあ、悪くない提案だ。スメールの英雄二人と仕事するのも特に問題はない。ついてきてくれ。見ろ、そこに興奮した様子のおじいさんがいるだろう。おう、あいつが事件の当事者なのか？そうだ、俺とリサ先輩の先生で、元ソロン派の賢者ジュライセン先生だ。トラブルに巻き込まれたのってセノの先生だったのかよ。まったく、わしは庭の手入れをするか酒を飲んでブラブラするくらいだというのに、なぜトラブルに巻き込まれにゃならんのだ。先生、友人を連れてきた。ああ、セノ、友人とな。
お、待った。おま、空飛ぶ白い精霊と違法の格好をした人。なるほど。君らが伝説の旅人とパイモンじゃな。二人の噂はよく聞いておるよ。スメールの危機をいろいろと助けてくれたとな。オイラたちってそんなに有名人なのか？先生に友人の話をするのは何も不思議じゃないだろう。ああ、早速だが、事件の状況を簡単に説明しよう。およそ二日前、先生のところに脅迫状が届いた。脅迫状？ああ、まさかこんな老いぼれに脅迫状を送る奴がいるとはな。これがその脅迫状だ。ジュライセン、お前の秘密を知っている。公害されたくなければ1000万モラを用意し、カフェの裏口に置け。くれぐれもこちらのことを探ろうとするな。お前にはこちらの居場所などつかめないし、こちらもお前とお前の秘密をずっと見ている。マハマトラに通報しようなどとは考えないことだ。ずいぶんストレートな脅迫状だな。よほどモラが欲しいんだろう。1000万モラも要求するとは、まったくふざけとる。こちとら毎日トマトと暮らしとるだけの独り身のジジイじゃぞ。1000万も出せと言われたところで誰に借りろと言うんじゃ。トマトにか？現状手がかりはこの脅迫状しかない。目撃者もいない状況だ。だから旅人にパイモン、どうすべきか一緒に考えてくれないか？うん、オイラも大丈夫だぞ。まずはこれを見てくれ。どこか怪しいところはあるか？ああ、一部の筆跡が滲んでいる。ってことはインクの質が悪いとか？インクのせいでもあり、紙そのもののせいでもあるな。この辺りで手に入る紙のほとんどはこれよりキメが細かく、インクをつけてもこのように滲むことはない。この紙の粗さを見る限り、おそらく製造時に草を入れておるんじゃろう。これは強霊院の紙ではない。一方インクの方はさして珍しいものではないな。シティの至るところで見かけるものだ。こういった黒いインクは、犯人は強霊院と関係があるのかないのか。あ、見ろよここ、何か液体がついてないか？ふん、水ではないな。色のついた液体のようだ。しかも濡れた布で拭き取ったように見える。色のついた液体、お茶とかお酒とかか？どうやらお前らも同じことを考えたようだな。今からアーラブを探しに行こう。彼に頼まなければならないことがある。いたぞ。セノ様、ジュライセン様、それにお久しぶりです。旅人さん、バイモンさん。先生を脅迫しているのは強霊院の人間の可能性が高い。年齢はそう高くなく、金に困っているやつだろう。あとスメールシティのカフェを調べる必要がある。あ、あのシミは脅迫状を横に広げたままコーヒーを飲んでつけたんだな。
そうだ、あの跡はコーヒーのシミによく似ている。俺の知る限り、酒場やカフェでこういった紙は手に入る。香料を混ぜて作られたもので、客が何かメモをしたい時に使えるよう店内に重ねて置いてあるんだ。そう言われてみれば、確かに土産屋で見るような特殊な紙質じゃな。ザハハディも買った花瓶とかを包むのに買っておった。わかりました。すぐに人を手配してシティの関連箇所を調べてみます。うん、頼んだぞ。それからスメールシティの出入り口に見張りを置いてほしい。相手に警戒されないよう、お前も私服に着替えてくれ。わかりました。さすがセノ、考えが行き届いてるな。でも犯人はどこにいるんだろう。だな、もしかしたらとっくに家に帰ってるかもしれないぞ。で、ジュライセンに何か動きがあったらまた見張りに来るとか。その通りだ、パイモン。ん？何がその…犯人の態度だ。パイモンが言ったように、脅迫状の目的が金であれば、マハマトラに言うなと書いたところで無駄だろう。先生は何かしら行動をとる。そして犯人は先生と先生の全ての秘密を見てると書いていた。え？でもそうなると、うわぁ！見つけた。何をする気だ！脅迫状を書いた犯人だな。何のことだ？さっぱりなんだが。脅迫状？知恵の殿堂に入った時からずっと誰かにつけられている気配がした。お前は先生に脅迫状を書くほどの大胆さを持つ一方、正体を隠すのにはだいぶ慎重なようだ。ここは人が多い。だから俺たちはアーラブを探しに来た。行き交う人の中に必ず先生を見てる人物がいると踏んでな。俺はお前たちの話をちょっと聞いてただけだ。大マハマトラのセノ様がいるところには大事件がある。少し盗み聞きしたくらいで犯人扱いか。アーラブが離れた時、お前は笑っていたな。俺はそれをこの目ではっきりと見た。ただ笑っただけだ。それの何が違法だと言うんだ。髪に付着していた汚れはコーヒーのシミで間違いない。ただそれはお前がコーヒーに水を混ぜて軽くつけたものだ。そして濡れた布でそれを拭き取り、脅迫状がカフェで書かれたものであるよう偽装した。シティの封鎖はお前にとって痛くも痒くもない。何しろお前は最初からシティの中にいるんだからな。マハマトランがカフェに狙いを定めて捜査をすれば、お前が疑われることもない。カフェは花から目くらまし、先生を見張れる場所にお前はいた。冤罪だ。俺は何もしてない。そうか。ならどうしてそんなに震えている。罪を犯していないのならば、俺たちマハマトラを恐れる理由もない。だがお前は心拍数が上がり、まぶたも痙攣してる。どうやら嘘が苦手なようだ。だから俺は何も。動くな。さもなければ自分のしでかしたことへの代価を払うことになる。さあついてこい。結局あのウラカってやつあっさり捕まったな。ああ、わしもさっき外でタバコを吸っておったら、アーラブが戻ってきたのを見た。セノのところに向かったようじゃ。はあ、奴の風貌を見るに、まだ30代かそこらじゃろ。こんなことをしでかした以上、おそらく将来は真っ暗じゃな。みんな、調べがついたぞ。
犯人の名前はウラカ。ルタワヒスト学院の生徒で、今年で16歳だ。何？ 16 歳？でも、ジュライセンはさっき30代かそこらだって。いや、調べに不備はない。確かに16歳だ。入学して、まだ3年しか経っていない。ずいぶん老け込んでおるな。そうだぞ。はあ、まったく。まだ若いのにこんな悪事に手を染めるとは。一体どこで覚えてきたんじゃ。犯人の動機についても取り調べをしました。その…話してくれ。何があったとしてもわしは平気じゃ。はい。浦川は決して優秀というわけではなく、その成績にも懸念があります。最近塾に通い始めたようですが、一方でギャンブルにはまり大金をつぎ込んでいたそうです。浦川が酒場にいた時、こんな話を聞いたとのことです。ジュライセン様は引退してから衣食住に全く困ることなく生活をしていて、毎日いくつかのトマトをめぐってシティのばあさんと四六時中喧嘩していると。シティのばあさん？あやつは妙論派の教授ザハハディじゃぞ。ザハハディを知らんとは学院に通ったことがないのか。そこは重要か。ああ、そうじゃったな。トマトをめぐってだとか、ちょっと野菜を育てとるだけでなぜ衣食住に困ってないことになる。先生がのんきに暮らしているように見えたんだろう。浦川こうも言っていました。ジュライセン様は引退間際に砂漠から巨額の資金を不法に入手し、それを教練員に報告せず独り占めしたと。そして浦川はこう考えました。ジュライセン様はここ2年ほど新たな課題に取り組んでおらず、何もしていない。年老いた今ならゆすれるだろうと。浦川め、なんとも腹立たしいやつじゃ。まったく、どこから送ればいいかもわからん。噂というのは誰もが勝手に作れるものだ。だが先生が横領していないことは俺もわかっている。アラブ、後で適当な口実を作って浦川を尋問するんじゃ。わしの代わりに何発か殴っといてくれ。ジュライセン様、お気持ちはよくわかりますが、おっしゃるような行動はマハマトラの原則に反しますので。先生、子供みたいなことをしないでくれ。ふん、ただの冗談じゃよ。で、この件はどうなるんだ？教練員は浦川に相応の処罰を与えるだろう。それから先生がトマトとシティの老婦人に夢中になっていると噂を広めて中傷した人物についてはマハマトラが引き続き捜査を続ける。シティのばあさんなんぞに夢中になっとらんわい。でたらめを言うな。まったく理解できとらん様子じゃな。まだわからんのか。浦川はまだ若く、噂を信じて衝動的に過ちを犯してしまった。しかし結局わしは1000万を払っておらんし、事態も深刻ではない。傷つけられたとしたらこのわしの名誉くらいじゃ。先生、教練員はきっと公正な処分を下すだろう。安心してくれ。ああ、教練員を信じとるよ。じゃがわしも一介の教師として浦川の両親とは話しておきたい。あやつの家はスメールシティにあるんじゃろ。ああ。浦川の家の状況も調べてあります。両親はどちらも商人で、浦川が幼い頃から二人とも忙しく、子育てをおろそかにしていたようです。はあ、まったく。証拠品の保管までまだ時間はあるな。あの脅迫状をわしに貸してくれ。夜になったらそれを持ってあいつの家族と腰を据えて話そう。両親には事の重大さを知ってもらわねばならん。関連部署の者はすでに証拠を確認し終え、浦川の処分について話し合いを始めています。脅迫状はジュライセン様に預けますので、
2日以内にお返しいただければ大丈夫です。ほう、つまり2日でそちらの対応は完了するということじゃな。そんなところだ。こういう事件の処理はかなり早いからな。わかった。さて、皆には今回の礼をせねばな。飯でもおごろう。すみません、私はこれから用事があるので、皆さんで楽しんできてください。そうか、なら仕方ない。じゃが、瀬野は来るんじゃぞ。こうも早く犯人を捕まえられたのは瀬野のおかげじゃからな。そうじゃ、ティナリも教練員におったな。ティナリも連れてこい。あれ、ティナリもいるのか。ああ、最近ティナリの指導教員のナフィス先生がコレイとティナリを教練員に呼んで手伝わせてるんだ。この時間なら二人とも賢者の事務室にいるだろう。先生、ティナリを食事に誘うなんて、もしかしてナフィス先生を怒らせたのか。何を言っておる。ナフィスがわしを怒らせることはあっても、その逆はない。いいから早く呼びに行ってきてくれ。わしは旅人たちと先に店へ行って待っておる。あまり皆を待たせるでないぞ。自慢話というわけじゃないが、わしがルタワヒスト学院に勤めておった頃はこんなことなかった。信じられないならこやつらに聞いてみるといい。当時在籍していた教練員の学生なら誰もが承認だ。そうじゃろ。あの時は先生の課題があまりに多くてね、少なくとも週に4回は森で過ごして尻尾の毛がぐちゃぐちゃになってた。他のことにかまける余裕もなかったよ。教練院で起きたことは大体後から瀬野に聞いてたんだ。先生は引退してから随分穏やかになった。昔は自分を曲げないお堅い性格をしていたんだが。わあ、自分の考えをずっと貫いてたんだ。すごい。しかも肩書きも賢者だし。あの頃コレイが教練院にいなかったのが残念じゃよ。もし教練院に通っていたら君もわしの生徒になれたんじゃがな。そうなったらコレイもリサのことを先輩と呼ばないとな。リサお姉ちゃんっていうのも悪くないんじゃないか。あいつお姉ちゃんって呼ばれるのが好きだし。リサは学生の頃から先輩と呼ばれるだけですごく喜んでおった。お、また料理が来たぞ。こんなに注文して大丈夫なのか。遠慮する必要はない。食べたいだけ食べてくれ。足りなければもっと頼んだっていいぞ。今回の件は皆のおかげで大いに助かったからな。やっぱり君たちだったか。それにジュライセン先生もいらっしゃるとは。おお、カーベ、久しぶりじゃの。先月もザーハディから君の話を聞いたぞ。最近はどうだ、順調か。ええ、まあまあです。先生もお元気そうで。そうだ、飯はもう食べたか。一緒にどうだ。ありがとうございます。ただあいにくお昼ご飯が遅かったものでお腹も空いておらず、晩ご飯も遅めにするつもりなんです。今日はランバドから酒を買おうと思いまして。そしたらみんなの声が聞こえたので様子を見に来たんです。今日はどうしてこちらに。何かのお祝いですか。どちらかというと厄介事じゃよ。わしが口外しない限り
誰も今日の出来事を想像できんじゃろう。確かに僕が学生だった頃よりもひどいようだ。入学してから卒業するまでそんなことは一度だって聞いたことがない。そんなに犯人が若いなんて。親がそれを知ったらどう思うんだろう。価値観がまだ未熟な若者は時に大人よりも危ない道を歩こうとするものじゃ。それも仕方あるまい。それでもあの脅迫状の書き方ときたら本当に腹立たしい。これを見てみろ。これは確かに。こちらもお前とお前の秘密をずっと見ている。だから知恵の殿堂までジュライセンさんの後をつけたんだ。わしの息子がこんなことをしでかしたら思いっきり叱ってやるわい。幸い俺は真面目な人間で助かった。カーメン、品を包んだぞ。ああ、今行く。じゃあ僕は先に失礼するよ。皆さんはゆっくり楽しんで、また会おう。待たせたね。コーヒー豆も入れてくれたかい？ああ、もちろんだ。さあ、おしゃべりはこれくらいにして料理が冷めないうちにちゃんと食べとくれ。食べすぎてもうお腹がはち切れそうだぞ。うまかったぜ。わしもだ。たらふく食べたことだし、わしは歩いて帰るとしよう。今日は招待してくれてありがとう。次に会うときは師匠と一緒に作ったぐっすり眠れるハーブティーを持ってくるよ。おお、それは楽しみじゃ。多めに持ってきとくれ。他の年寄りたちにも分けてやろう。みんな羨ましがるじゃろうな。ええ、お任せを。ちゃんと包んで持ってくるよ。ああ、ではまたな。わしは帰って畑の世話をせねば。先生、気をつけて帰ってくれ。あと、トマトのことばかり考えてないで、夜は早く寝た方がいい。何を言っておる。わしはザハハディに勝たねばならんのじゃぞ。ほら、君たちも行った行った。みんな早く休むんじゃぞ。おやすみ。うん、気をつけて帰るんだぞ。さて、次は俺たちの番だ。え？どういう意味だ？ティナリとコレイと相談したんだ。お前らがスメールに帰ってきたお祝いを兼ねてキャンプをしようとな。キャンプ？おお、やったぜ。また私の仕事を取らないでくれ。お前とパイモンは師匠とセノさんの手伝いを頼む。それに私たちと遊ぶときは休んだりぼーっとしたりしてていい。そんなに頑張らなくていいから。じゃあ明日の午後、ガンダルバー村の南東の川岸で会おう。持ち物は何もいらないよ。こっちでもう用意してあるから、楽しむ心だけ準備しておいて。うん、じゃあ決まりだな。ああ、じゃあまた明日。
出発しようぜ。ガンダルバー村の南東でセノたちと合流しよう。君たちもそろそろ着く頃かなと思って。旅人、パイも一緒に釣りをしよう。釣った魚は夜食べるんだ。おう、任せろ。私も頑張るよ。この前他のレンジャー長から釣りのコツを学んだから、今日はそれを試してみるつもりだ。この辺りに美味しいキノコがあったから取っておいたよ。あと新鮮な果物もここに置いとくね。わあ、レンジャー長がいると外での遊びに全く不自由しないな。何でも用意してくれるし、なければ現地で取ってきてくれる。確かにそうだな。俺も森で苦労したことは一日たりともない。最近旅の方はどうだい？嬉しいことも悲しいこともあったな。けどどれも忘れられない思い出だぜ。そっか、後でバルベリーでも食べよう。今朝市場で買ってきたんだ。バルベリーで悲しいことが去るべきだな。僕はただ君たちに美味しいものを食べてほしくて勧めただけだったんだけど、なんかごめん。あ、急にフルーツティーが飲みたくなってきたかも。ちょっと材料を取ってくるよ。逃げた。コレイは逃げたか。まさか見抜いたのか。俺がこれから。我が友よ。お前なら俺の言いたいことがわかるだろう。な、だと。断られるとは。だが、諦めないぞ。後でまた誘う。その時は受けてくれ。大した熱量だな。俺に任せろ。薪、香辛料、お菓子、それに飲み物の準備ができたよ。コレイが帰ってきたらバーベキューを始めよう。テントは3つあるけど、2人はどれで寝る？オイラたちは左のやつにするか？ひひ、こっちの方が雰囲気が良さそうだ。うん、確かに。
でもこのテントは水辺に近いから、寝ぼけたキノコンがテントに入ってくるかもね。何もなければいいが、俺の武器を貸しておこう。入り口に刺しておく。キングデシレトの扉みたいだね。いいな。聞くからに鉄壁そうだ。ただいま。みんなちゃんとお腹は空かせておいた？うん。いい香りだぜ。いいよだれが垂れてきそうだ。もう少し待っててね。よし、そろそろ味付けをしても良さそうだ。焼き加減はどうする？おい、ステーキじゃなくてバーベキューだろ。でもステーキの作り方も参考になるかも。ミディアムで頼む。ならこれで十分だ。ウェルダンが欲しい人はもうちょっと待ってて。私もお腹いっぱい。眠くなってきちゃった。眠いなら寝たらいい。パイモンもちょっと眠くなったでしょ。ここは僕とセノで片付けとくから、君たちは先に休んでて。今日のところは見逃すが、次こそは神聖なる決闘をしよう。はあ、おやすみなさい。こっち来そうだぞ。ああそうだ、ほら関佐の杖だ。本当に持ってくるなよ。この武器は強いぞ、試してみろ。いやいや、オイラじゃ持てないって。そうか、本当にいらないのか。万が一何か入ってきたとしても、オイラだって旅人を守ってやれるから大丈夫だぞ。またこう。召喚王にも似たようなシーンがあった。明日聞かせてやろう。今は体を休める時間だ。もう寝るといい。いい夢を。ここにいるのか。旅人、パイモン、すまないが起きてくれ。テントの中にいるんだろ。これを見ろ。これは剣。テントに刺してどういうつもりだ。防犯か何かか。ああ、おそらくな。誰だよこんな夜中に。剣をどけるぞ。よいしょっと。アルハイゼン、カーベ、こんな夜中にどうしたんだよ。こんな時間に起こしてすまない。だが今は寝ている場合じゃないんだ。旅人、準備ができたら外で話そう。ちょっとしたトラブルが起きた。ジュライセンとセノに関わることだ。君たちに知らせる必要があると思ってな。最初から話そう。実は
洗ったコップはここに置いたはずだったが。あ、あった。俺にも一杯もらえるか。酒に合わせるクッキーはテーブルにあるか。ある。果物もだ。ふん、この新しいやつはあんまり美味しくないな。昨日セノたちが飲んでたやつを買えばよかったか。昨日飲んでたやつ。ああ、そういえば言ってなかったな。昨日酒場に行った時、ジュライセン先生がみんなにご飯をおごっていたんだ。セノにティナリ、コレ、それから旅人とパイモンもいた。そのテーブルに置いてあった酒がランバドの新作だったみたいで、美味しそうだったんだよ。彼らに何かあったみたいだな。ああ、君の耳にも入っているんじゃないか。ジュライセン先生に脅迫状が届いて揺すられたらしい。犯人は16歳で1000万モラを要求したそうだ。道端で人が話しているのを聞いた。犯人はすぐ捕まり、今は賢者が対応していると。ナフィス先生たちは一体どう思うだろうか。そうだ、ジュライセン先生がその脅迫状を見せてくれたんだが、実に粗末な作りだったよ。けどその紙に描かれていた模様が一風変わっていて綺麗だった。ちょっと待っててくれ、紙を探す。その模様を描いてみよう。できた。どうだ、変わっているだろう。こういう模様の入った紙は見たことがない。犯人はどこで買ったんだろうか。実に面白い。砂漠の民が愛用する象徴的な要素が含まれている。ん？そうなのか。例えばこの尖った建物の輪郭、これは古代の宮殿のものに近く、黄砂の具合と陶影の作り方が似ている。これとよく似た古代の模様があったはずだ。もう長いこと使われていないが。その模様って？ああ、沈黙の殿の紋章だ。二人で話していたらどうにもきな臭くなってきてね。それで君たちのところに来たんだ。シティからここまでずっと探してたんだよ。アルハイゼンがおそらくティナリのところにいるだろうって言うから、ガンダルバー村に行き、今度はそこのレンジャー長からキャンプに行ったと聞いて、数歩も歩かないうちに村に物を取りに戻ってきたセノと会ったんだ。少し話したらすぐどこかに行ってしまったけど。沈黙の殿の紋章？それって怖いものなのか？まさか何か問題でも？ちょっと待ってて、コレーを呼んでくる。君たちはあまり知らないかもしれないが、簡単に言うと、沈黙の殿は1000年前からスメールに存在する組織だ。今でも教令院に行けば沈黙の殿の執務室が見つかる。彼らは名目上あまり広く知られてはならない情報や文献の管理をしている。ただそれは表向きの言い方だ。実際の沈黙の殿は今やただの抜け殻、学院制度下にある見せかけの存在に過ぎない。記録によると、本物の沈黙の殿は
キングレシェレトの七つの柱の一つ、知恵の頂点であるヘルマヌビスによって設立されたものだ。そのメンバーのほとんどが砂漠から来た人たちとなっている。だが、あの執務室には一人として砂漠出身の者はおらず、砂漠の人間が使う紋章も使っていない。つまり氷霊院にある沈黙の殿は偽物ってこと？可能性は否めない。目的は何かを隠蔽するためだろう。でもそんな機密情報をなんでアルハイゼンが知ってるんだ？忘れたのか？アルハイゼンは代理賢者を務めたことがある。しかも辞職したのになぜか給料が変わってないときた。あ、そういえばそうだったな。じゃあ代理賢者をやってる間に機密ファイルを一通り見たってことか？執務室の書類に目を通すのは当然だろう。不思議なことに、ジュライセン先生に届いた脅迫状に沈黙の殿の紋章が入っていた。差出人は1階の教令院の学生だったというのに、犯人はまだ10代で、それに砂漠の人間でもない。どこであの紋章の入った紙を手に入れたんだろうか？さっきセノに会った時このことを伝えたんだね。ああ、聞いた瞬間すぐ走って行ったよ。ジュライセン先生に関わることならセノはもう動き始めてるに違いない。僕たちも行ってみよう。この時間ならセノは多分ジュライセン先生が最近住んでる家に向かったはずだ。沈黙の殿は教令院と関係があり、その裏には秘密が隠されている。それに関連する紋章が突然現れたとなると、きっと厄介なことが起こるに違いない。一度教令院に行った方が良さそうだ。うん、正論派で教鞭を取ってる賢者なら真相を知ってるはずだ。聞いてみてほしい。情報は多ければ多いほど教令院側も準備しやすいだろうからね。もしこの一件が本物の沈黙の伝道関係あるのなら、ただの誤解では済まない。コレイ、悪いけど30人団のところへ行って伝えてきてくれるかな。セノとジュライセン先生の行方に目を光らせておくようにって。旅人とパイモンは僕についてきてほしい。一緒にセノを探しに行こう。ああ、各自行動するとしよう。ジュライセン先生はここ最近スメールシティにずっと住んでるみたいだ。トマト畑の世話をするために近くに家を借りてるらしい。着いた。ここだよ。こんな時間なのに誰もいないみたいだな。セノって行動力があるし、ここに来た後またすぐどっかに行ったんじゃないか？その声はティナリかい？ザ・ハハディ教授、やっぱりあんたたちも来たんだね。神よ、今夜は一体何が起きてるって言うんだい？ということはセノもここに来たんだね。ああ、少し前にうちのドアをいきなり叩いてね、こう聞いてきたんだよ。ジュライセンのことを見なかったかって。あいつは朝っぱらから外に出ておって、いつ帰ってきたかもわからんと返したら、セノにジュライセンの家まで連れて行かれてね。すると奴がいなかったんだよ。セノはそれに気づいた途端急いでどこかに行ってしまった。私に状況を説明する暇すらなかったようじゃ。はあ、もしかすると
何かまずい状況にでもなってるのかい？ジュライセンが留守ってことはまずいことになってるのかもな。ザハハディ教授、ジュライセン先生が脅迫された件については。ああ、それなら知っておるよ。あの日私が家を出ると紙切れを握ったあいつが畑に水をやってるところを見たからね。どうやら一人で考え込んでたようじゃった。悩みを抱えてるくせに誰にも打ち明けようとせんかった。瀬野があの日ちょうど様子を見に来ていなければこうも早く解決せんかったじゃろ。手紙を読んだ瀬野はすぐに三十人団に通報すべきだとジュライセンに言った。だがジュライセンは名前に傷がつくからと言って最初はそれを嫌がったんだよ。瀬野がどうにか説得してやっと折れたようじゃった。ジュライセンのやつ、なんでそんなに通報するのを嫌がってたんだ？この前の怒りっぷりからして隠そうとしてるようには全然見えなかったけど。ジュライセンは元賢者だし、教令院に恨みを持ってる者からのとばっちりを食う可能性も否定できん。だからセノも教令院に報告すべきじゃと必要に言ったんじゃろう。あの時私もその場に居合わせたんだ。どうやらジュライセン先生はこの件を公にしたくなかったようだ。一体どうして？ジュライセンのやつ、まさか何か危険なことに巻き込まれたんじゃないだろうね。あの老いぼれったら。ああそうだ、セノがさっき書いた手紙を預かっておったんじゃ。あんたたちが自分を探しに来るかもしれないから渡してくれとね。ありがとう。なんて書いてあるんだ？みんな、この件はいささか複雑で公にはできない。だからしばらく俺の一人行動を許してくれ。ついてこなくていい。確かにセノが書きそうな内容だね。ありがとうザハハリー教授。最善を尽くしてセノとジュライセン先生を守ろう。だからどうかご安心を。旅人パイモン、ひとまず教練院に行ってみんなと合流しよう。来たか。その感じからしてどうやら見つからなかったようだね。うん、ジュライセン先生の家まで行ってみたけど留守だった。セノも最初は家に行ったみたいだけどもう離れた後だったよ。どこへ向かったか。手紙を残してくれてたけどついてこなくていいって書いてあったんだ。想定内といったところか。セノのやつ。こっちの状況も話そう。さっき記憶を頼りにもう一度例の紋章を書いてみた。今度は細部までしっかり書いたつもりだ。
古書との比較もしてみた。本に描かれている紋章は不明瞭だが、その形と構成要素は酷似している。ああ、それとこの紋章の伝承はほぼ失われているようだ。二人がかりで図書館の本を調べ尽くしたけど、関連する記録は一冊の古い本の中にしかなかった。それからアーラブがウラカの口から情報源を聞き出した。ジュライセンが砂漠で巨額の資金を入手したという情報はある男から聞いたそうだ。若い見た目をした砂漠の人間で、貫禄があり学もあったらしい。ああ、ウラカは酒場でカードゲームをしていた時にそいつに出会ったそうだ。その相手は少年と呼べるような年齢で、キャラバンと共にシティへ商売しに来ていたという。ウラカは彼の話を聞いて乗り気になって、ジュライセン先生を脅迫してモラを手に入れたいと言い出した。相手もまたそのアイデアを褒めたたえ、適当に紙とペンを見繕って渡したらしい。なるほど。つまりあの紙は仕込まれたものってわけか。で、ウラカが言ってたその少年は今どこにいるんだ？知らないってさ。酒場を出た後、一度もそいつとは会ってないと言っていた。その後のことは全て聞いていた指示通りに一人でやったそうだ。ナフィスとアーラブはシティを出入りした人間の確認をしに30人団のところへ行っている。それと現在教令院にある沈黙の殿は名ばかりのものだとナフィスが認めた。本物の沈黙の殿はかつてウリンを訪れた時に教令院と協力関係を結んだ。だが時代の変化とともに、ある時期の賢者たちは陳腐で愚かな存在になってしまった。そのような教令院は信用に値しない、そう判断した当時の沈黙の殿はその協力関係を終わらせたそうだ。そこに属していた者たちは約400年前に砂漠に戻ったという。その組織は誕生以来キングレシェレト文明とそれに関する信仰を守ってきた。各地を歩み、人間に害を与える知恵を封印し、その管理を務めている。人々を正しい道へと導くのが彼らの役目だ。正当な意義を持つ機関と言える。協力関係の断絶は教令院の名に傷をつける。だから偽の組織をでっち上げて真相を隠そうとしたんだね。こんなことが何百年も続いてたなんて。その何百年も前に消息を絶った沈黙の殿だけど、どうしてジュライセン先生はそんな人たちと関係を持っていたんだろう。詳細についてはおそらくセノも知らないんじゃないか。だから彼も焦ってたんだろう。ウラカを利用してジュライセンを脅迫したのは計画の第一歩に過ぎない。裏で糸を引く黒幕はジュライセンに手紙の紋章を見せるのが目的だったんだろう。ジュライセン先生はきっとその紋章を知っていたに違いない。それで周りに言うのをためらったんだろう。おそらく自分で決着をつけようとしたんじゃないか。けどそう決心した矢先にセノが現れた。沈黙の殿が砂漠に由来している以上、ジュライセンも砂漠に向かった可能性が高い。うん、先生を探さないと。砂漠に行くつもりか。無理をしない方がいい。ティナリは砂漠の環境が苦手だろう。ここは他の人に任せたらどうだ。水を十分用意すればそこそこ耐えられるから。それになんだか嫌な予感がするんだ。今すぐ追いかけないと。みんな、30人団から返事が届いたぞ。先生、この人がティナリの先生のナフィスか。お、初めて本人に会えたぜ。ああ、こんにちは。会えて嬉しいよ、旅人パイモン。別々の目撃者から情報提供があった。ジュライセンとダイマハマトラのセノはそれぞれ違う時間帯にシティを出てキャラバン宿駅の方へ向かったようだ。30人団と共に行動すべきだと言いたいところだが、
アルハイゼン書記官と川辺君から聞いたはずだ。今回は沈黙の伝が関わっている。教令院は過去に口に出すのもはばかられるほどのことを少なからずやってきた。仕方がなかったとはいえ、恥じるべきことであるのは変わりない。理解してくれとは言わない。しかし今は行動しなければならない時だ。先生、焦る気持ちはわかるけど、この一件は僕たちが思っている以上に複雑だ。だからなるべく目立つような行動は避けた方がいいと思ってる。確かにそうだな。万一ジュライセンと相手の間に何かしら因縁があった場合、いや、もっと最悪なのはすでに相手の手に落ちていて、あるいはみんな、ジュライセンとセノのことをどうか頼む。二人を失うわけにはいかないからな。助けは必要か？オイラたちも手伝うぞ。本当か？それは助かる。心から感謝しよう。これから私はアーラブと共に引き続きウラカの調査をするつもりだ。知恵の伝道内の事務はアルハイゼン書記官とカーベ君に頼みたい。ティナリは砂漠に向かうのだな。うん、カーベ、砂漠の方は僕に任せて。君は教練員でアルハイゼンと先生を手伝ってほしい。そこまで言うのなら分かった。くれぐれも気をつけてくれ。では皆の者、頼んだぞ。アラブ、行こう。できるだけ早めに行動を開始した方がいい。それと、何かトラブルに遭遇したら助けを求めることも忘れずにな。うん、ティナリ、早速出発しようぜ。セノの奴が遠くに行く前に。セノのスピードならもうだいぶ遠くまで行ってるかもしれない。うん、まだ間に合うはずだ。出発しよう。着いたな。でもどこから調べたらいいんだ。近くの衛兵にでも聞くか。ちょっと待って、あそこ、あの後ろ姿ってティシアだよな。一人で砂漠に入るつもりか。どうしても引き止めようってわけじゃないが、ただ初めてのことじゃない。大丈夫だ。セノン、ここまで行っても行くというのなら、少なくとも私たちのアドバイス通り、予定より5日分は多くの物資を持って行かれた方がいいでしょう。ああ、少し準備してくる。やっぱりキャラバン宿駅にいたんだね。ジュライセン先生を追いかけてきたんだろ。ついてこなくていいと言ったはずだが、まさかこんなに早く追いつかれるとは。オイラたちがうなずいた覚えはないぞ。なんで一人で勝手に行っちゃうんだよ。深い意味はない。ただ事情が事情でな。できれば誰も巻き込みたくはなかっただけだ。へえ、あのセヌが直々にキャラバン宿駅まで追いかけるってことは、きっと相当ヤバいやつなんだな。それにしてもさっきのはさすがに冷たいんじゃないか。こんな格好のじいさんを見なかったかってだけ聞いて、名前すら教えてくれないなんて。まさかあまり声を大にできない逃亡犯なのか。おっと、挨拶がまだだったな。久しぶり、みんな。リシア、キャンディス、また会えて嬉しいぜ。あんたらも元気そうで何よりだ。
私とキャンディスは用事があってキャラバン宿駅に来たんだ。そこにちょうど誰かの行方を聞き回ってるセノに出くわしてな。キャラバン宿駅の人たちの話によると、セノが探してるじいさんは確かにここを通ったらしい。だいぶ年もいってるのに、打獣を連れて一人で砂漠に入ったそうだ。しかも物資も大して持っていかなかったとか。何か事情があるんだろう。間違いなくな。セノさん、もし話せないことがあるなら伏せていただいても大丈夫です。ただあなたのために私たちにできることを教えてください。どんなことでも構いません。これだけの人数が揃っていますし、きっとお探しの方も見つかるでしょう。いや、そう簡単な話じゃない。あの人はおそらく俺たちに見つからないようにあえて避けて行動するだろう。ザハハディ教授からも聞いたよ。どうやら先生が一人で問題を解決しようとしてるのは明らかなようだね。砂漠で意図的に姿を隠してる人を見つけるのは確かに簡単なことじゃない。なるほど。事態は私たちの想像よりも入り組んでいるようですね。とにかくキャラバン宿駅から出発したならアール村を通ってる可能性は高い。アール村でその人の目撃情報がないか聞いてみたらどうだ。感謝する。問題が解決したら改めて礼をしよう。おいおい、他人行儀が過ぎるぞ。そのうちシティで一緒に酒を飲んでくれればいい。もちろんあんたのおごりでな。ああ、約束しよう。さて次は。いや、あとはこちらで何とかする。お前らの行為はこの胸に刻んでおこう。礼を言う。そうか、じゃあ行ってこい。助けが必要になったらここに戻って私たちに声をかけてくれ。どうか遠慮なさらずに。皆さんの悩みは私の悩みでもありますから。おう、安心しろ。オイラたちがこいつをしっかり見ておくから。旅人とティナリがセノに追いついてよかったぜ。じゃなきゃ一人でシチに飛び込むようなもんだからな。砂漠では知恵と胆力が問われる一方、人とのつながりも試されます。安心してください。仲間がいればセノさんも無事でいられるでしょう。ちょっと待って、話しておきたいことがあるんだ。なんだ。君がキャンプ地から離れた後なんだけど。ああ、やはり沈黙の殿にはいろいろ問題があるんだな。教令院にあるあの組織が偽物だということは俺も多少感づいていた。君は沈黙の殿と何か因縁があるんだね。そうだ。俺の身に宿ってる力がヘルマヌビスに由来するのはみんなも知っているだろう。沈黙の殿はそいつが設立したものだ。俺の体質は特殊でな。子供の頃から砂漠でいろいろな試練を受けてきた。その後先生が俺をスメールに連れ帰ったんだ。思い返してみるとあの頃の記憶はどれもぼんやりしている。手紙の紋章についてだが、気づいてくれたカーベに感謝しないとな。でなければ先生の異変を今も見逃していただろう。あの紋章に覚えがないのは見たことがないからなのか、記憶がぼんやりとしているからなのかは断言できない。うん、そうだね。気づいてくれたカーベに感謝しないと。それと代理賢者をやってたアルハイゼンにもね。
ジュライセンはあの紋章の正体が分かってたんだよな。じゃなきゃあえてそれを伏せたりしなかったはずだ。あいつと沈黙の殿の因縁はもしかしたらお前よりずっと深いかもしれないぞ。ああ、俺も同感だ。あの組織について先生は一度も話したことがない。ヘルマヌビスや憑依のことを話してもいつも言葉を濁すだけで踏み込んだことは教えてくれなかった。ところで、僕と旅人に追いつかれた以上もう単独行動は許されないって分かってるよね。ああ、分かっているさ。もう受け入れてる。いや、今さらお前らを振り切るのは難しいと言うべきか。だから考えた末、現状を受け入れることにした。その通りだぞ。オイラたちが一緒に行くのはもう変えられない事実だからな。これで何があってもお互いに助け合えるぞ。ああ、ことが終わって酒をおごるときはお前らも呼ぼう。うん、それでいい。さあ行こっか。ここの衛兵に話を聞いてみよう。今いいか。これは大魔ハマトラのセノ様。人を探しているんだ。アール村の最近の人の出入りについて聞きたい。その人ならつい最近アール村を通ったばかりだ。ここで水と食料の補充をして打獣に餌をやってからまた出て行ったよ。どこへ向かった？確か村の入り口にしばらく座って水を届けた者と雑談してたらしいんだが、オアシスの近くへ向かうと言ってたそうだ。だがどこのオアシスかは言ってなかったとか。地図はあるか？彼が向かった方角とこの近くにあるオアシスを書こう。地図なら僕が。お願いできるかな？ああ、お願い、つけ。よし。礼を言う。助かった。よく覚えてたな。どういたしまして。やるべきことをやったまでさ。人探し、うまくいくことを祈ってるよ。待て、あそこに誰かいる。何か知ってるかもな。話を聞いてみようぜ。ああ、ここは俺が。僕に任せて。なんでわざわざティナリが？俺の羊や服装、風貌は砂漠の人間からすると特殊なものだからな。念のため素性のより確かなものが行くべきだと思ったんだろう。こんにちは。邪魔してすまないね。友達と一緒に道に迷った老人を探してるんだけど、少し話を聞いてもいいかな？へえ、人探しを。いいよいいよ。何が聞きたい？こんな感じの人なんだけど。ローブを着ていて目つきが鋭い。それでいて気品のある白髪の老人。しかも一人。なかなか特徴的な人物のようだ。うん、
そんな人物一目見れば忘れないだろう。僕の後ろを見てる。なあ、あいつこっちを見てるぞ。そこの人、なかなか特別な格好をしてるね。よっ、噂の大マハマトラ、セノで合ってるかな。ああ、そうだ。他人に素性がバレたのに、あんまり驚いてないみたいだね。何もこういう状況は初めてではないからな。君が人を探してるんだろ。この人、なんだか怪しい。あれ、僕のことをもう警戒してる感じ。隠す必要はないよ。君たちが疑ってることくらい分かってるさ。でも先に聞いてきたのはそっちだろ。普通のキャラバンだと思ってたけど、どうやら違うみたいだね。お前の部下、だらけてるように見えるが、実際はそこらの傭兵よりも戦えそうだ。聞いた？君たちが僕の部下だってさ。モラさえ払ってくれれば俺は構わないぞ。ったく、探り合いはやめようぜ。聞いててじれったい。わかったわかった。君たち、ついてきてくれ。人を探してるんだろ。ローブ、白髪、気品がある。君たちの目にはジュライセンがこんな風に映ってるんだね。ジュライセン先生の行方を知っているのか。僕についてくれば彼に会えるよ。花と酒を手に景色をいざ。ここだよ。ここだよ。って、ジュライセンどころか何もないじゃんかよ。ちょっと下がって。規模の建物がこんなところにあるなんて。しかも隠されているとは、キングデシェレトの技術のようだな。お前って、いや、お前たちって一体何者なんだ。まさかここは沈黙の殿。お前は沈黙の殿の人間か。焦らないで、まだおしゃべりの時間じゃないよ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた旅はいつか終わりを迎える。砂漠にこんな場所が。しかもオアシスのすぐ隣に隠されてたなんて。
こいら、ちょっと怖くなってきたぞ。ジュライセンはきっとこいつに捕まったのかも。あ、こいつってもしかしてウラカが言ってた例の砂漠の人間なんじゃ。どうしたの？先生のことを考えてるのかな？後悔するような真似をしでかしていないことを祈っといた方がいい。そいつは奇遇だね。僕も君たちを怒らせるようなことをしていないと祈りたい。ここで待ってて。ここの首領に君たちが沈黙の殿に着いたことを報告してくるよ。彼が顔を出してくれるまで君たちはどうかここで静かに待っていてくれ。オイラたちを置いて行っちゃったぞ。誰もオイラたちを捕まえに来ないな。彼らがオアシスにいたのは偶然じゃない。あれは明らかに僕たちを待っていた。どうやらその狩猟とやらは僕たちが来るのを待ち望んでいたらしい。ここが沈黙の点。ウリンを離れた後、奴らはこんな場所に隠れていたのか。おい見ろよ、さっきの奴がまた出てきたぞ。焦らないで、もう少ししたら狩猟も来るから。お前の名前は？おっと、ごめんごめん。君たちに会えたのが嬉しすぎて自己紹介を忘れてた。僕はセトス。このままここにしばらく残るけど、君たちの質問に何でも答えるつもりはないよ。もし他にしたいことがあればご自由にどうぞ。自由行動が許されたって理解していいのかな？そうだよ。そもそも君たちが逃げる心配をする必要もないしさ。なぜならジュライセンはここにいるからね。君たちは彼との再会を待ち望んでるはずだろ。こいつの言う通りだ。どうせまだ時間がある。周りを見て回ろう。ああ、いいよ。でも本当は僕に聞きたいことがあるんだろう？その気持ちはわからなくもない。よくってわけじゃないよ。普通の人間ならまずここに入れない。沈黙の殿とは孤独で静かな場所だからね。うん、その通りだ。でもその言い方はちょっと違うかな。僕はあの学生を騙したわけじゃない。彼が自分で一攫千金の方法はないかって酒場の中を聞き回ってたんだ。何でもいい、モラさえ手に入れば違法な手段でも構わないってね。だから僕はジュライセンが砂漠で入手した大金をどこかに隠し持ってるって情報を教えたのさ。けどそれって根も葉もない噂でしかないだろ。
それはどうだろうか。思い出してみてよ。地雷戦の秘密を知ってると書いてはあったけど、その内容については触れられてなかったでしょ。もちろん。浦賀って本当にいい助っ人だったよ。酔っ払ってる時は素直で、アイデアを出してくれる人の言いなりになってくれた。あれほど自分のない人だ。教練員でうまくやれてないのも納得だね。なんで呪雷戦は手紙を受け取ったその夜、すぐ家を出て行ったんだ？それについては、呪雷戦に聞いてみなよ。僕が代わりに伝えられない部分もある。褒めてもけなしても良くないからね。呪雷戦は僕たちの紋章を知っていて、自分から来たってことだけ分かってればいい。なんだその質問。大マハマトラのセノ様のことを知らない人なんてスメールにいないさ。でもさっきオアシスでセノで会ってるかってわざわざ確認してただろ。もしかしてあいつのことを見たことなかったんじゃないか。まあ僕はウリに住んでるわけじゃないからね。大マハマトラとそう簡単に会えるはずがないだろ。なんだか隠し事の匂いがするぞ。お互い会って間もないんだ。こんなすぐ答えを洗いざらい教えてしまったらこの後が持たないだろ。うん、その通りだ。でもその言い方はちょっと違うかな。僕はあの学生を騙したわけじゃない。彼が自分で一攫千金の方法はないかって酒場の中を聞き回ってたんだ。何でもいい、モラさえ手に入れば違法な手段でも構わないってね。だから僕は地雷戦が砂漠で入手した大金をどこかに隠し持ってるって情報を教えたのさ。けどそれって根も葉もない噂でしかないだろ。それはどうだろうか。思い出してみてよ。地雷戦の秘密を知ってると書いてはあったけど、その内容については触れられてなかったでしょ。もちろん。浦賀って本当にいい助っ人だったよ。酔っ払ってる時は素直で、アイデアを出してくれる人の言いなりになってくれた。あれほど自分のない人だ。教練員でうまくやれてないのも納得だね。なんで呪雷戦は手紙を受け取ったその夜、すぐ家を出て行ったんだ？それについては、地雷戦に聞いてみなよ。僕が代わりに伝えられない部分もある。褒めてもけなしても良くないからね。地雷戦は僕たちの紋章を知っていて、自分から来たってことだけ分かってればいい。ないよ。本当か？教練員に行く必要はないからね。浦賀みたいな人なら酒場にゴロゴロいる。そもそも教練員のやり方を僕たちも知らないわけじゃない。スメールシティの入り口はいつでも開かれてるし、入りたければ誰でも入れる。シティには世間話をしてる人が毎日溢れてるから、ぶらつけば大体のことがわかるさ。そう。まさか本物の沈黙の殿がこんなところに隠れていたとはな。この近くを通ったことはあるが全く気づかなかった。これってキング・デシェレタの技術だよね。今になってもまだこんなに力が残ってるなんて。奴らには気を許さないようにしよう。ただ少なくとも今のところ先生が無事なのは確かなようだ。お、来た。
じいちゃん、会いたがってた人はここだよ。ご苦労だったな、セトス。皆さんにお会いできて光栄だ。わしは沈黙の殿の原首領、バムーン。長いこと待たせたお詫びだ。おい、奴を連れてこい。先生。ジュライセン、大丈夫か？手荒な真似はよせ。おっと、これはすまなかった。お主に不快な思いをさせるのは我々の本意ではない。ただジュライセンは沈黙の殿にとってあまりにも特別な存在ゆえに、何としてもここへ招かざるを得なかったのだ。ジュライセンはわしに命の借りがあり、沈黙の殿に対してもいくつか借りを作ってきた。昔のわしはこやつを見逃したが、今その借りを返させてもらおうと思ってな。君たちが来る前にこの老いぼれとの因縁を終わらせるつもりだったんじゃが、まさかこんなにも早く来てしまうとは。帰れセノ。老いぼれ同士のことだ。君たち若者には関係ない。事件を隠そうとしたのは最初からここに来るつもりだったからで、急いで出発したのも俺たちをまく気でいたからか。人は生きてる限りどうにもならない時が来る。君はここに来るべきじゃなかった。ましてやこれほど多くの者を連れてくるなど。セノと一緒に先生を助けに来たのは僕たちの意志だよ。それに先生には真実を教えてもらいたいんだ。でないと残された人に不公平でしょ。秘密が秘密である理由は、口にしてしまえば不幸をもたらしてしまうからじゃよ。おじけづいたのか。手塩にかけて育てた生徒の前で己の過去を語る勇気がないのだろう。我々の紋章を知っているのは以前お主がここに長く滞在していたからだ。我々の一員になってしまいそうなほどにな。お主は脅迫状を見た瞬間、浦賀の背後にいるのがわしらだと気づいた。脅迫された理由は己が過去にしでかした過ちだとも分かっていたんだろう。ジュライセン、裏切り者よ。かつてお主はヘルマヌビス様の意向を復活させるため知識を携えて我々に加わり、機会と希望をもたらしたというのに、お主は我々に背を向けた。ヘルマヌビス様の力とその使役者を奪い、さらにそれまでの功績を口実に見逃すよう願った。昔わしがこう言ったのを覚えているはずだ。首領としてお主が去ることを許そう。だがいつか必ず黄砂がお主の影を覆う日が来る。その時お主は代償を払うことになるのだと。根に持つにも程があるじゃろう。ヘルマヌビスの力とその使役者、もしかして君のこと。先生どうなんだ。バムーンの言う通りじゃ。わしは確かにここにおった。もう何年も前のことだ。砂漠で遭難しかけたところをこやつに助けてもらった。わしが学者であることを知ったこやつはヘルマヌビスの力を共に復活させようと誘ってきたんじゃ。あれは秘密に包まれた偉大なる計画だった。沈黙の殿がヘルマヌビスの力を失って久しい。武力も足りなければ信仰も離れていた。故にバムーンは罰霊、つまりヘルマヌビスのかけらを適合者の体内に埋め込むことを提案した。もし実験が成功すればそのものはよりしろとなる。沈黙の殿には死亡者が多数おったが、成人の体ではその強大な力に耐えられんことを我々は気づいておった。結果
バムーンは血のつながらぬ孫を差し出したんじゃ。そして適合者はもう一人おった。その両親は財と引き換えに子供を渡すことを承諾した。そうして二人の子供がヘルマヌビスの力を受け継ぐ候補となったんじゃ。長年にわたり沈黙の殿はヘルマヌビス様の罰令のかけらを二つ所持していた。それこそかのお方の力の結晶であり、極めて稀有なものだ。法陣を敷いた部屋に被験者を入れ、増幅させた罰令の近くに一定時間とどまらせる。もし排斥されなければ力に対して適性があるということだ。当初の計画通り、実験は三つの段階、共鳴、埋め込み、生存率観察からなる。うち最初の共鳴は順調だった。ただその時わしはどうすべきか考えた。二人の実験を順次行い、結果に応じて次の計画を練り直すか、それとも同時に埋め込みを行い対象実験を行うか、そう考えていると二つの罰令から見たことのない光が放たれた。もしすぐに埋め込みを行わなければ罰令自体が砕けて消えてしまうとわしは悟ったんだ。罰令と共鳴を起こせるだけで極めて珍しい天賦。あの状況で一人の若い個体に同時に二つの罰令を全部埋め込むことはどのような結果をもたらすか想像のできないことだ。信仰と力を絶やさぬためにも我々はすぐ二人に実験を行った。だが結局わしが実験を中断し、その一人を連れ出した。あの時はこれまでの協力に免じて追っ手を出さなかった。だがその後わしは予想だにしない代償を払うことになったのだ。お主が来るのを待ち望んでいた、瀬野よ。お主の罰令が去ったことにより我々はなすすべもなく衰退の一途をたどった。なるほど、それが俺の力の由来か。君から罰令を十数年借りていただけじゃ、それでいいじゃろう。わしももう年だ。老いぼれの命が欲しければいくらでも差し出そう。じゃが瀬野にだけは手を出すな。こやつは今の大マハマトラじゃ。考えなしに行動すればそれは強霊院に対する宣戦布告となるじゃろう。親愛なる瀬野よ、お主はもう覚えていないようだが、わしらは面識がある。お主は幼い頃わしらと共にこの地で神が降臨する未来に歓喜していた。お主とこやつセトスは我々の最後の希望なのだよ。この力を取り戻したいと。ヘルマヌビス様の信者としてその力がウリンをさまようのをずっと野放しにしてきた。だが今こそそれを返してもらう時だ。天意に選ばれし者にその所有物を返せというのか。君にそんな権限はない。いや、確かにセノは選ばれし者だが、それは彼だけではない。セトスも同じ才を持っている。それが先生を解放する条件か。この卑劣な行為はわしだけが背負うものだ。沈黙の伝統は関係ない。わしの愚行により沈黙の伝の栄光には泥が塗られた。わしはその決断の責任を取らねばならない。察するにお前らに残された罰令の力だけでは限界があるということか。俺が持つもう一つの罰令を取り戻し、セトスの体に埋め込むんだな。神の力には苦痛が伴う。セトスがそれに耐えられる根拠がどこにあるんじゃ。セトスは成長した。それにこれはわしらの問題だ。裏切り者のお主に口を出す権利はない。理屈から考えるとお前の提案を受け入れるべきではない。だが
の言葉に耳を貸すな。セノ、その力は自分だけのものではない。惑わされるな。ああ、分かっている。だが先生の命と力のかけらを天秤にかけることも決して合理的ではない。すまないが、一ついいかな。僕が思うに、この問題にはまだ矛盾がある気がするんだ。もしセノが力を返さなければ、そちらもジュライセン先生を無条件で解放しない。でも、これだけ手の込んだ計画だ。もっと何かあるんじゃないかな。きっと君は、こちらを探ってるんだろ？でも今更駆け引きをする必要はないと思う。他に隠してる手札があるなら全部見せてよ。待て、まさかその耳、ワルカシナの末裔か。そうか我々の運命もついに回り始めたということか。必要なものは全てヘルマヌビス様が与えてくださる。もしかすると今日こそ。いきなりひどい咳だな。だいぶ体が弱ってるみたいだ。バム、君、狩猟を寝室まで送ってやってくれ。セトス、お主。じいちゃん、言いたいことは分かってる。ここは僕に任せて。回りくどいのは好まない性分でね。手短に話そう。当時実験がジュライセンに中断されてなければ、計画はうまくいっていた可能性が高いだろう。ヘルマヌビスの知恵はここに降臨していたはずだ。でももう昔のことだし、今さら掘り返したところで意味はない。僕はじいちゃんとは違うんだ。沈黙の伝は由緒正しく崇高な席を背負ってる。だから狩猟のプライドもおのずと高くなってしまっていてね。けど僕はそう思ってない。今の沈黙の伝に過去の意向なんかありゃしない。時が経つにつれて威信はすり減り、多くが変わっていった。だから強硬手段は取らない。ジュライセンを除いて他の人はここから離れてもらっても構わないよ。じいちゃんと同じように君たちにチャンスを一度与えよう。小僧、若い頃のバムーンの気骨と見識を感じさせるな。今のキョウレインを客観的に見てほしい。スメールシティに行ったことのある君ならその変化に気づいたはずじゃ。全てが良くなっておる。キョウレインと再び手を取ることを考えてはみんか。じいちゃんを裏切ってなかったらその意見も視野に入れてただろうね。けどもう遅いよ、ジュライセン。ティナリがさっき言ったように、お前らの計画には続きがあると俺も踏んでる。お前とバムーンが欲しているものは他でもない罰霊だ。先生は過去の後ろめたさからその復讐を受け入れようとしているが、その選択を下すのはどちらにせよこの俺だ。いろいろ言ってはいるが、結局は罰霊との交換を俺に選ばせたいんだろ。どうやらよく考えてるみたいだ。俺は先生を見捨てるつもりもなければ、いずれ直面する問題から目を背けるつもりもない。時間をくれ。一晩でいい。明日、決断を伝えよう。ああ、いいよ。君の返事を待ってるから、セノ。おっと、そうだ。じいちゃんがジュライセンと話したいことがまだたくさん残ってるって言ってたんだ。連れて行かせてもらうよ。彼と交渉するなんて本気？しばらく考えさせてくれ。みんな
夜にまた集合でもいいか。それまでは自由行動にしよう。おう、お前もあんまり無理すんなよ。何かあったらすぐオイラたちに相談してくれよな。酒を手に景色を堪能しようとしたが、いざ。よく考えてみた。先生の性格からして砂漠に一人で来たということはもう戻れない覚悟を決めていたんだろう。先生は好き嫌いが激しく独断的な人だ。おそらく逃げようと説得するのも難しい。僕も同意見だよ。ナフィス先生も言ってた。ジュライセン先生は石頭だって。ああ、それと他にも思い出したことがある。沈黙の殿の情報についてはみんなも知っての通りで、俺に補足できることはない。加えてこの場所に関する記憶は曖昧でな。おそらく、罰霊による影響だろう。ただ、小さい頃によく頭痛がして、熱を出していたのを覚えている。急に崇高な感情が湧いたり、ぼんやりとした影が見えたりした。残念だが、どれも断片的なもので、はっきりと記憶には残っていないが、子供の頃の俺は、頭の中に強い意志が存在することしか理解していなかった。今思い返してみると、交流ができずともヘルマヌビスは何らかの形で人間を励ましていたんだろう。この精神に伝わる力こそ奴らが信仰しているものなのかもしれない。ヘルマヌビスの意志と力は確かなものだ。だからあいつの脅しに屈するつもりか？もっといい方法はないのかよ。ああ、俺も返すつもりは毛頭ない。確かに七柱の力を今後どうするか、それを左右する資格は奴らにあるかもしれない。だがスメールを守るためにも俺にはこの力が必要だ。正面から堂々とこの力を再び自分のものにしてみせる。そういえば出発の前にアルハイゼンから助言をもらったんだ。昔の沈黙の殿は古い貴族みたいな組織で、常に礼儀作法に縛られてたって言ってた。あと河辺が砂漠で仕事中に聞いた話によると、部族のほとんどは独自のルールを持ってるらしい。それから砂漠の人間たちは自分の血筋と部族に逆らえないってよく言ってるみたいだよ。だから相手の土俵に立ってこっちから先に意見を提案してみるのはどうかな。おお、そんなやり方が。俺も同じことを考えていた。機先を制して相手が拒否できない条件を提示すれば、交渉をこちらのものにできるかもしれない。うん、これでどう切り込んだらいいか見えてきたね。だったら僕は医学の知識を生かしておじいさんの体を見てあげるってセトスに持ちかけてみようかな。
待たせたな、セトス。考えはまとまった？その前に、僕はちょっと医学をかじったことがあるんだ。バムーンの体を見せてくれないかな。ああ、でもこっちにも医者はいるから、小細工しようとしても無駄だよ。いや、ただ確認したいだけさ。そう、ついてきて。静かにね、そっと。外で話そう。バムーンは深い昏睡状態にあって、容体はあまり芳しくない。君たちの医者も多分同じ結果を導き出しただろう。若い頃にひどい怪我を負った後、過労のせいで病気にかかり、年をとって体が衰えた。残念ながら彼みたいな人は僕もよく見てきた。こういう状態だと普通、長くてあと数日しか持たない。とっくに知ってたよ。お前はバムーンの継承者だろ。彼のことを尊敬しているようだが、お前らの考え方は全く同じわけじゃない。お前が懸念している点はもっと多く、より現実的なものだ。条件を言え。バムーンの目がまだ見えてるうちに決着をつけよう。お前もそれを望んでいるのは分かっている。そうだぞ。この件がこれ以上引き延ばせないってことはお前も分かってるはずだ。実を言うと、君たち二人はどちらも似たような状況に置かれてる。どちらも自分を育てた人とは違う考えを持ってるんだ。しかも別の世代のトラブルなのに、決着をつけるのはセノとセトス。君の言う通りだ。この件において双方の立場はすでに変わってる。セノ、君の言い分を認めるよ。全てはヘルマヌビスから始まったこと。なら、あの方の儀式で決着をつけよう。ヘルマヌビスが初めてトゥライトゥーラに着いた時、決闘に参加したと言われてる。彼と二人の仲間が連日戦ったことで人心を取り戻し、それで勇士を大勢招いたらしい。その人たちは後に沈黙の伝の一員となった。これが僕たちの始まりであり、僕たちの儀式、決闘の儀だ。理にかなってるな。こちらもその方法で構わない。君もヘルマヌビスの力を宿していて、沈黙の伝と深い関わりがある。仲間と一緒に決闘に参加するといい。3対3だね。いいよ。ただ条件がある。君たちは攻め手として3戦全勝しなければならない。それにセノ、君も僕も自分の持つ罰霊をかけるんだ。ジュライセンが罰霊を持ち去ったのをじいちゃんは許した。でもそれはじいちゃんが道場から犯した過ちだ。沈黙の伝が越えなければならない壁でもある。この点は絶対に譲れない。望むところだ。もし俺が勝ったら、沈黙の伝はジュライセン先生を解放し、過去の出来事は水に流してもらう。お前が勝ったらこの力を返そう。ああ、約束だ。じゃ、明日の夜8時、儀式ホールで会おう。心とはもう違う。悠々とまた。
ここまで話が進んだんだ。もう後戻りはできないよ。今更だ。先生がこっそり家を出て行った時からもう戻る道はなかった。勝たないとね。大マハマトラにも君自身にもその力は必要だから。そうだな。それにその力は長いことお前と一緒にいたんだから、きっとお前のことを認めてると思うぞ。大マハマトラにも俺自身にもか。そうだな。確かに俺も苦難を乗り越えてこの力を自分のものにした。誰にでもできることじゃない。おう、その息だ。うん、僕と旅人は絶対に負けないよ。俺もだ。砂漠の文明は非常に古いもので、さまざまな理由でウリンとの間に隔たりができた。リシアが言っていた通り、先入観は人々の間に壁を作ってしまう。心の病は全ての根源だ。バムーンが気にしているのはそれだけじゃない気がする。セトスも悪い奴じゃない。あいつにはあいつなりの考えがある。全ては明日決着がつくだろう。次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいな。いい案がいくつかあるぞ。いざ。知恵の頂点であられるヘルマヌビス様、その権威と威厳の前で本日我々は再び決闘の儀を執り行います。これは極めて神聖な儀式であり、決闘の目撃者は横槍を入れることなく敬意を胸に抱きながら祝と見届けなければなりません。そして今回沈黙の伝陣営は守り手となります。ちいちゃん、来てくれたか。何年も経ってまたこの儀式を執り行うとは。セトス、自分が何をしてるか分かってるよ、じいちゃん。安心して見ててくれ。対して強霊院陣営は攻め手となります。準備は万端だ。実力を持って主導権をつかみ取る。それでは双方所定の位置へ出場順を決めてください。ここでは来る者も去る者も問わず、勝敗が決するまでヘルマヌビス様の力をかけて戦うことになります。僕も同意見だ。旅人は強い。先陣を切れば相手の勢いをそげる。ならその次はティナリに任せる。うん、こっちは決まった。こっちもいいよ。さあ始めよっか。第一戦の戦士、前へ。
焦るなよ、安全第一だからな。おい、そこの嫌なやつ、そいつを怪我させたらおいらが許さないからな。あっちの観戦席ちょっと騒がしいね。第1戦は早くも終わり、続いて2戦目の選手の登場です。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。始めよう。気をつけろ、うまくかわせ。ひなり、頑張れ。試合前に水分を補給していた。多分大丈夫だよ。音が聞こえる。一応目を覆えば。よっよっ、めくれまし。せいやっほっえいはっやっほっせいはっせいよっはっやっよっ、それ一応目を覆えば。えい、根こそぎにしてあげる。えい、やっやっ、めくれまし。ほっせい、それえい、やっ。第2戦終了。3戦目の選手、前へ。準備はできてる。僕もだ。これがこたびの儀式の最後です。双方が提示した条件をお忘れなきよう。準備ができましたらいつ始めていただいても問題ありません。僕はヘルマヌビスの力の適合者であり、沈黙の殿の原始領であるバムーンの孫セトス。長きにわたり我ら沈黙の殿はヘルマヌビスの御心に従い続け、その日を守ってきた。そして自らを守る力を手に入れるため窮地に陥った時、実験を行った。ヘルマヌビスの知恵と力に付き従い、かの魂が光と共に降り立つことを願ってる。今僕は力を手に入れるために戦おう。俺はダイマハマトラ、セノ。賢者ジュライセンの生徒であり、後継者だ。この力と先生を、そして、俺の住む国を守るために戦う。お前はどうだ？まだ口にしていない言葉があるだろう。崇高なる血統である以上、ヘルマヌビスの前で本心を語ってみろ。じいちゃんは聡明な指導者でありながら、血にまみれた名を背負う首領でもある。じいちゃんがどう考えてるか分かってるし、僕に対してどんな期待を抱いてるかも知ってる。僕たちはずっと信仰に縛られてきた。でもある日、僕はウリンに行ってシティに住む人々に出会った。時代は変わって、今のスメール人はより幸せに自由に暮らしてるようだった。高いところからシティの風景を眺めてたら、君のことを思い出したよ、セノ。君もその力を持ってるのに、僕とは全く違う人生を送ってる。ヘルマヌビスの末裔にはそれぞれ象徴がある。異能、栄光、そしてまだ解明されていないものも。多分僕たちの得た末霊の象徴が違うから、こんな違いが生まれたのかもしれない。あるいは、
君はすでに僕の持っていない答えを見つけたんだろう。俺は戦士である前に俺という個人だ。うん、そうだ。君も僕もヘルマヌビスの器だけど、完全にそうというわけじゃない。その名は僕たちに影響を与え、僕たちの人生を変えた。君ならきっと僕の質問に答えられるだろう。この力と信仰以外でこの僕に何ができるかを。さあ来い。これが全力か。答えを知ろうとしていたはずだが。勝負はついた。まだやるか。君の勝ちだ。もう答えは見つかったようだな。栄光を君に託すよ。あの輝きは我らが孫主祭司の頂点ヘルマヌビス様だ。あの雷光こそかの化身であり意志そのもの。あの方はもともとティナルの勇士、砂漠より現れ神王アフマルに仕えた。神王の逝去後、ヘルマンヌビス様は信者たちを連れ、長年祭司を務めたティナル人とトゥライトゥーラに沈黙の殿を設立した。それが我々の始まり。その役目はキングデシェレト文明が残した知識を守り管理することだった。100から百数十年後、砂漠で動乱が起きた。砂漠の王たちが次々と戦を始め、わずかに残された文明も戦火によって滅んだ。知恵の国トゥライトゥーラだけがティナル人の導きのもと災禍を免れた。だがそれもつかの間、獣たちはキングデシェレトの知識が隠れるトゥライトゥーラを狙った。ジュラバドの王は軍勢をもって包囲し、その意向を示すため使者たちに沈黙の殿の支配権を差し出すよう命じた。
都の貴族は覇者と結託し、沈黙の伝を裏切る形で自身の統治を守った。そしてこう弁明した。沈黙の伝が持つ知識こそ汚染の根源だと。一時沈黙の伝は孤立無援に陥った。我らが孫子はキング・デシェレトの知識にあった汚染の拡散を防ごうと党に力を使い果たしておった。あの方は沈黙の伝を存続させるためその身を砕き、力を継承する義により人に憑依した。沈黙の伝が覇者の軍を退けたのもこの力のおかげだ。しかしわしらが英雄扱いされることはなかった。未知の力を砂漠の民は畏怖しのけ者にしたのだ。やがて沈黙の伝の者はトゥライトゥーラのティナル人と共に砂漠を離れ雨林に入った。その後は想像に難くないだろう。トゥライトゥーラの貴族は滅ぼされ、戦火は砂漠を焼き尽くした。そしてわしらは秘密と使命を背負い、身を隠して流浪するようになった。裏切られたわしらは砂漠から雨林へ向かったが、不信感から砂漠へと再び戻った。長い長い出来事だ。しかし今日沈黙の伝はヘルマヌビス様の輝きを再び目にできた。礼を言おう。ありがとう。じいちゃんとの思い出を懐かしんでるだけだよ。覚悟はしてたんだろ。ああ、じいちゃんの体はもうボロボロだった。無理して今日まで頑張ってたんだ。じいちゃんが見てる中この一件にもケリをつけられた。これからどうするつもりだ。じいちゃんの意志に従うなら沈黙の伝はヘルマヌビスの力を最も多く持つ者が上に立つべきだ。だからセノ、君が新たな首領になってくれないか。それが無理だとお前も分かっているだろう。俺は大マハマトラだ。教令院に残らなければならない。そう言われる気はしていたが、そもそも俺はここの環境やメンバー文献のことなどほとんど知らない。お前らの狩猟に適していないだろう、セトス。最もふさわしい後継者はお前だ。もし俺たちが決闘をしなければ、あるいはお前が他に手段を用意していたら、罰令は今全てお前の手にあったかもしれない。バムーンもそう考えただろう。君はじいちゃんがそう考えてたと思うのか。ああ、
けどバムーンの様子を見た限り君たちの行動にあまり驚いてなかったみたいだ。もしかしたら彼はとっくにこういった結果を予想してたのかもしれないね。とにかく罰令が俺の元にある以上俺が決めさせてもらう。いいな、セトス。バムーンを継いでお前が新たな首領になれ。お前は俺よりふさわしい。きっとうまくやれるはずだ。俺を助けるとでも思ってくれ。でもそれじゃ今までのことはどれも無意味だったことになる。そんなことはない。お前と俺は今や敵じゃなく友だ。つまり教令院と沈黙の殿は再び協力関係を結ぶことを意味する。この意味は非常に大きい。セトス、全てが良くなってる。それはお前らもだ。信じてくれ。そっか。確かにそれが一番いい。実はうすうす感づいていたんだ。バムーンはプレッシャーをかけることで初めから俺たちに罰令をかけて勝負させようとしていたと。そうすれば罰令を取り戻したとしても渡したとしてもヘルマヌビスの力は一人に集まる。お前が勝てば沈黙の殿の力は倍増する。俺が勝っても考えなしに沈黙の殿の首領になることはない。ましてや力でお前らを屈服させないこともバムーンは予測してたんだ。神の導きだけでなく彼には教令院の支援も必要だった。バムーンが全ての責任を背負ったのは比較的負担の少ない沈黙の殿を後世に継がせるためだろう。そうすれば後継者が誰であれ教令院との交渉はやりやすくなる。手紙一通で先生をおびき出してその後のことはどっちに転んでもプラスになるというわけだ。大マハマトラはそんな細かなところまで考えないと思ってたよ。確かに君の言う通りそういうことは僕もじいちゃんも考えてた。何としても教練員との関係を改善しなければならないとね。あの儀式を利用したとも言えるだろう。セノ、感謝するよ。そのお礼に君とクラクサナリデビが認めた者には沈黙の殿でさらなる知識を学ぶ栄誉を与えよう。沈黙の殿は現在キング・デシェレト文明に関する情報を最も多く有する組織だ。君たちが必要とするとき多くの情報を提供できる。でも君たちは慎重に選択しなければならない。人類が同じ過ちを繰り返さないようにね。そうだティナリー、じいちゃんが君に会えて嬉しがってたよ。君はワルカシュナの末裔で僕たちはヘルマヌビスの意志を受け継いだものだからね。伝記によるとヘルマヌビスはティナル人の中からキング・デシェレトによって選ばれた賢者で偉大なる身で神の眷属に昇格したとある。その後彼はティナル人の仲間と共に崇高な目的のために戦った。沈黙の殿の設立からトゥライトゥーラの破滅まで彼らはずっと肩を並べて戦ってきたんだ。トゥライトゥーラを離れたティナル人は一般人と共にウリンへと移住した。数百年後一部の人は砂漠に戻ったけど多くのディナル人はそのままとどまり子孫を残してる。もしかしたらその人たちは君の先祖なのかもしれない。なるほど。僕の名前はティナル人から取ったって父から聞いてたけどまさか僕も沈黙の殿と深い関わりがあったなんてね。悪くないな。そういえばジュライセンはどこ行ったんだ？ジュライセンはじいちゃんの寝室にいると思う。あの人もじいちゃんを偲んでるみたいだけど僕の前ではそうしたくないみたいだ。全てが君とバムーンの計画だったというのなら彼はジュライセン先生に対してそれほど敵意を持ってなかったのかもしれないね。さあどうだろう。もしかしたらジュライセンも君たちもそして僕さえもじいちゃんにとっては
軌道を修正するための道具だったのかもしれない。ちいちゃんはすごく意地悪だったからね。歴史の岐路に立たされた時、誰かが決断をしなければならない。このことは暗草成デビ様にご報告しよう。それから教練員の代表を砂漠に使わせ、お前と面会するよう手配する。お前も落ち着いたらウリンに来てくれ。何日か泊まってそこの人々とつながりを作っておくといい。協力するなら互いをより知っておくべきだろう。うん、そうするよ。それじゃみんな、またまたな。絶対遊びに来いよ。じいちゃん、宿願は果たされた。僕たちが望んだ通りに、今日から沈黙の殿は再び教練員と手を取り合えるかもしれない。変革と機会を僕たちはどっちも手に入れたんだ。年なのにこんな危険を犯すとは。大事になったらどうするつもりだ。誰が責任を取る。まあそうカッカするな。仕方ないじゃろ。仕方ないとはなんだ。長いこと学者をしてきて髪も真っ白だというのに、まだ自分が二十歳で英雄を気取れる年齢だと思っているのか。命を捨てに砂漠に行くなんて何を考えているんだ。バムーンが君を死に追いやらなかったのを感謝しないとな。ああ、はいはい。まったく君は一体どっちの味方なんじゃ。君の同級生で同僚はわしの方だというのに。もう呆れて物も言えない。君ってやつは本当しょうもない老いぼれだ。何を言っとる。わしは年老いた英雄じゃぞ。体一つでスメールのマハマトラの力を守ったではないか。でもまあなんだ、確かに今回はわしに落ち度があった。教練に戻ったら1ヶ月は君のために働こう。それでいいじゃろ。1ヶ月？いや3ヶ月だ。ティナリの先生、ジュライセンを嬉しそうに怒ってるな。近づかないでおこう。先生が悪いんだ。気にしなくていい。先生のあんなに元気な姿を見るのは久しぶりだ。前回先生が興奮して人を怒鳴ったのは僕がまだ学生の頃だったよ。そうだ、これからみんなに事件の解決を伝えに行くんだが、お前らも来ないか。それが終わったら飯をおごろう。どうだ。妥当な報酬だね。うん、行くよ。
荷物を片付けてくれ。明日から仕事を手伝ってもらうからな。福利厚生は昼ご飯はついとるのか、晩ご飯は。そんなことを言える立場か。今回の損害をまだ計算していないというのに。だがご飯は食べないといかんじゃろ。昼ご飯だけでも何とかしてくれ。うん、決まりじゃな。見つけた。おい、これ。あ、戻ってきたんだな。ほーい、ちょうどいいところに来たな。何があったのか聞こうとしてたところじゃ。砂漠に行って大変な目にあったんじゃろ。もう解決した。そこは問題ではない。セノもティナリも、そしてお前たちもだ。なんでそう不用心なんじゃ。トラブルにあったなら助けを求めるべきじゃ。この先輩は助っ人として最適じゃろ。それにわしは砂漠をよーく知っておるからの。今はファルザン先輩に逆らわない方がいい。ああ、そうだな。わしがこのことを言うのは初めてじゃないぞ。もっと他人を頼れ。わかったか。でないと。これ早く何とかしてくれ。助けを求められてる。よし、ここはあれを。あの、ファルザン先輩、まずは落ち着いてくれ。この前、氷霊院を案内してくれるって言ってたよな。あの約束って、まだ有効か？何？おお、本当かこれ。あの剣を覚えててくれたのじゃな。よしよし、この先輩が昔講義を受けた場所をすぐ案内してやろう。ファルザンがコレイを連れてったぞ。あいつ、強霊院のガイドでもやってんのか？コレイ、コップ。え？ん？ああ、わかった。ん？コップとは何じゃ？なんでもないよ。外にいるときは水を飲むのを忘れないようにって意味なんだ。コップはカフェに集合するという意味だ。学生時代、俺とティナリもこの合言葉を使っていた。代々伝わるもので、今は妹も使っている。なるほど、そうだったのか。ああ、あと二人だ。あいつらにも声をかけよう。俺の見間違いじゃないよな。お前らここで勉強でもしてるのか。使い終わった資料を片付けてるんだ。見ろ、こんなにある。急ぐ必要はない。どうせ読む人はいないからな。今回は君たちのおかげで助かったよ。ありがとう。ああ、おかげで問題はうまく処理できた。予想以上にいい結果を伴ってな。なるほど。沈黙の殿が身を守るために使っていた手段は、そんなにも特殊なものだったのだな。長年隠し通せていたのにも頷ける。しかもそんなにたくさんの文献が保管されてるなんて。機会があったら、ぜひこの目で見てみたいものだ。いずれその日は来るだろう。何にせよ、沈黙の殿の意義は大きい。今回の例として、コーヒーと食事をおごろう。うん、悪くない誘いだ。ならお言葉に甘えさせてもらおう。
ただここ数日少しコーヒーを飲みすぎてるんだ。別のものにさせてほしい。ああ、構わない。では行くとしよう。そこでこいつがブワーッと飛びかかって相手に剣を突きつけたんだ。それからティナリもすっごく強かったぜ。3戦とも全部勝ったんだ。うわー、目の前で見たかったと言うべきか、お前たちが心配だったと言うべきか。なかなかいい再現だった。気持ちも高ぶったよ。曖昧でよくわからない部分もあったが。おいらちゃんと話せてただろ。まずブワーッと飛びかかってシュッと剣を突きつけたんだ。そこでバッと振り返ってガキッと防御してだな。三戦とも勝った上に狩猟の座も譲るなんてかっこいいじゃないか。当然だ。強者は強者なりの風格を持つべきだからな。今回は僕も強者になってみたけど、砂漠で戦うことは滅多にないから、なかなか不思議な体験だったよ。そうだな、かなり壮観だったぞ。しかもパイモン、話に夢中になるのもいいが、デザートが来たぞ。さて、今日はそろそろ解散しよう。家に帰る前に知恵の伝道で整理できてない本を片付けた方がいいんじゃないか。そうだな。じゃあ失礼する。僕もお先に失礼するよ。また今夜はゆっくり休んでくれ。私も30人団のところにお礼を言いに行かなきゃ。それとナフィスさんが教練員の仕事の流れを教えてくれるって言ってたし、もう行くよ。コレイは人付き合いが上手くなったな。みんなだんだん成長してるみたいだ。ああ、旅人、パイモン、ティナリ、これから予定はあるか？何もなければ、俺についてきてほしいんだが。秘密だ。サプライズだからな。だいたい見当がつくけど、確かにサプライズだね。
しぶりに来たね。ここが連れてきたかった場所か。高いな。手を貸そうか。わかったよ。悪くないだろ。わお、めちゃくちゃ高くて景色が綺麗だぞ。旅人、振り返ってみてくれ。ここは俺の秘密基地でな。連れてくるのは親友だけだ。学生時代はよくここでぼーっとしていた。あの頃の俺はまだ幼く、友人も今ほど多くなくてな。昔の俺もセドスと同じような疑問を抱いていたんだ。俺は誰なのか、なぜこのような力を持っているのか、何のために戦っているのか。天から授かったものが自分の居場所を見つけるのを助けてくれる。俺はそうしてきたし、セトスも同じ道をたどるだろう。君たち、まるで兄弟みたいだよね。ああ、俺もそう思っていた。当然だ。謙遜しなくていいところは素直に受け入れる。昔ここでおしゃべりしながら宿題をしてたら、セノがうっかり果物を落としたことがあったよね。慌ててすぐ自分でキャッチしてたけど。あの一回きりだ。今はありえない。手を滑らせるなんてヘマ、俺はもうしないからな。懐かしいね。久しぶりに学生に戻った気分だ。そんな姿の瀬野を想像できなかったけど、なんだか頭の中でだんだんイメージが湧いてきたぞ。その辺でやめてくれ。ん？あれは？先生だ。お前らはここにいてくれ。俺はちょっと行ってくる。行ってらっしゃい。これは、なんとも笑える。先生、何一人でブツブツ言ってるんだ。ああ、セノか。ちょうどいいところに来た。古いノートから何が見つかったと思う？昔の写真。ああ、このノートは賢者の執務室の備品に埋もれておってな、誰にも見つからないままずっと忘れられてたんじゃ。さっきナフィスと教令院に戻って手伝いの件について話してたんだが、その時に執務室に寄ってな、それでこれを見つけたんじゃよ。時間が経つのは早い。写真の中の君はこんなにも小さい子供だったというのに。写真の中の先生も若い。ん？この写真、リサ先輩が撮ったやつじゃないか。よく覚えてる。ああ、確かそうじゃったな。こんな角度で撮るなぞ、あいつくらいしかおらん。よくもこう、わしをひどく撮ってくれたもんじゃ。それとこっちは、俺たちが居眠りしてる写真だ。こっそり撮ったんじゃろ？まったく、あの娘と来たら。先生、俺に何か言いたいことは。はて、何のことじゃ？写真がうまく撮れとるとかか？
いざこういう時になると何を言えばいいかわからなくなるものじゃな。わしは決して善人ではない。バムーンがわしのことを恨むのも当然じゃろう。セノ、君もな。何バカなことを言ってるんだ。ボケたのか。その言葉を聞きたかったんじゃ。砂漠を離れてからわしは何度も夢であの場所を見た。時に研究したり、時に彼らに助けられたりする夢をな。あれは本当にとても楽しい時間だった。互いに多くを学び合った。セノ、君はここ数年で随分と成長した。俺の先生であることを考慮して余計なことまで口走ってるのは突っ込まない方がいいな。ここはやはり口を閉じておこう。そう言いながら全部口に出すとるではないか。まったく、このジジイをいじめるとはどこが英雄なんだか。お、待った、もう一枚写真が残っとるな。これもリサ先輩が撮ったものじゃないか。一体何枚撮ってるんだ。こう見ると小さい頃は可愛くて素直じゃったな。先生も昔はまともだった。君というやつはジョークも口答えもわしより上手くなりよって。そう言わないでくれ。先生のことは今でも尊敬してる。ふん、まあそれならいいんじゃが。なあセノ、時間を見つけてリサに会いに行かんか。ああ構わない、時間を作って会いに行こう。モンドへ。よし、なら予定に書いておこう。来週出発じゃ。おっと、来週はトマト栽培の対決じゃったな。ザハハリーと決着をつけねばならん。もっと他の趣味を作ってくれ先生。はあ、時間が経つのはあっという間だ。気づけばもう子供たちが大人になっておった。だがそれは何の役にも立っておらん。ナフィスにガミガミ言われとった時、セロはこれっぽっちもかばってくれんかったしな。ふん、まったくセロときたら。